は。俺の YouTube とか見てくれてる？はい。これもう楽にしていいからな。なんかこれで包丁も固まっちゃう。見てくれてる。はい、何おじさんと言われてるか知ってる？変態おじさんじゃねえぞ。自ら言いました。じゃないぞって。最近ちょこっと言われだしてる。ベストナインおじさん。そうそう。やっぱ野球も好きだよね。野球好きです。いや小さい頃って誰のファンだったの？私なんか長嶋茂雄さんが好きで。もう年上好き。そう、豊さん、真剣にそこを前のめりになるとか。だいぶ上だよ、お前。豊さんなんかでもね、全然上ですもんね。なぜかわかんないんですけど、ちっちゃい時ずっとこう、テレビ、巨人戦が多くて。でも長嶋さんって監督でしょ、もう。あ、そうです。でもなんかこう、昔のプレーとか、こう、たまにやったりするのを見て、なんかこう。見て。いや、そりゃかっこいいよ。そう思ってました、ずっと。長嶋さんが過ぎたらだね、もう本当に小さい頃だよね、長嶋さんって。で、はい、ちょっとまあ、自分の中で女性心としてプロ野球選手を見た時に、ああ、ダルビッシュ選手とかもうそこまで飛ぶの飛んじゃいました。まあ、ダルビッシュはかっこいいよ、だいぶ俺らの世代が蹴飛ばすように飛ばされるだけだね。あ、でもポーンっていきましたけど、でも幅広く見てるということだよね。そうですね。はい。じゃあ、まあピッチャーからいこうか。もう当然のごとくベストナインを選んでほしいんだけど、ピッチャー。ピッチャー。一番。はい。ですか。はい。ピッチャー。日本の中。もう日本の中。今は千賀投手ですかね。あ、今ね。どういうとこがいい？カットボールですか。私見たときに、こういう変化球投げたいと思って今年投げ始めたんですよ。カット、カットは誰でも投げれるとかなんとかって書いてあったよね。本当ですか。いや、ちょっと滑らすだけだっていう。で、最初このぐらい曲がればいいんでしょ。はい、なんですけど最初全然曲がらなくて、でちょっとずつこう縫い目を変えて、こうやっとかかるようになったと思ったらめっちゃこうかかったりとか、まあちょっととかいろいろあったんですけど。それを見たときに、あ、すごいなって思って、有効的なボールになった。なりました。まあ落ちる気は持ってるからね。カーブですか。ナイアガラカーブ。本当は落ちるこうフォークとかこうチェンジアップとかそういったボールスプリットとか投げたかったんですけど、なかなかすぐに習得できなくて。いや、ちょっと手広げて。これでフォークは挟めないよねこれ。あ、手すごい結構大きい方だと思うんですけど。やっぱり若い手してるね。そうか。いやいや、本当に。若い手してるねって。でもね、この華奢な、いやね、手で投げてらっしゃる。すごい。ちょっと手相を見せてね。あ、こうやって口説くんですよ。もういや。でもこの子はお金が貯まるね。なんかそれ前にも言われたことあるんですよ。そうそう。はい。ちっちゃい時に。似合っちゃう。違う。似合って手を触るとか触らないとか、もう挨拶程度だから今はね。今は？なあ。昔だったら俺もドキッとしてたよ。もうドキドキして。もう隣に座ったぐらいでドキドキしてる。本当ですか？今じゃねえ。もう本当に手を。今はもう関係ないの。またさ、やめな。ちょっと待って、恋人つなぎしようとしました今。ちょっと待って、何してんの？今期。子供もできるね。え、本当ですか？じゃあ結婚できます。占い師みたいなことも勉強したことがあるぐらい。そうなんですね。そのお金をとなんか言われました。言われたでしょ。お金がたまる。これ楽しみです。とかなって思って。いや本当。何の話でしたっけ今？いやだからピッチャーの落ちる系のボールからお金の話になった。はい。じゃあ千賀。キャッチャー。キャッチャーはどこで悩んでる？それとも頭に出てこない？あんまり出てこないのもありますけど。キャッチャーだろ。もう顔がいいとかでもそういうのでもいいんですか？もう全然。かい。あ、でも違う。いや、昔の人だっていいんだよ。あ、昔でいいんですか？今じゃなくていいんだよ。ああ、古田さん。他に名前出てきた人は誰？頭の中に。でもあと安倍さん、ああ新之助か、はい、あでもその世代ですね、うん、まあその世代だよもちろんお前とは違うよ、山倉とは山倉さんで知ってますそうですよね、いるんですよ。はい、まあキャッチャーいいフルだね。はいね、はい、ファースト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 分かるよな、どっかファーストみたいなとあれですよ、打ったらまず走っていく場所ですよね。はい、ファーストファーストいきなりファーストって言われてもなかなか出てこないですよね。ファーストって難しいですね。そうか、あまり名前が出てファースト、まあちょっとファースト置いとこうかね。はい、セカンド菊池さん、高橋広島菊池、ああはい、確かにな。まあテストもいるけどね、山田テストとかもいるけど、あえて菊池守備、はい、あやっぱりそう。俺のポジション知ってた、どこ守ってたの？外野？内野？いや、じゃあイメージでどこっぽい顔してますか？何それ？それどこ？ピッチャーとキャッチャーではないんですよ。ピッチャーとキャッチャー側ではない。違うんです。もう体型的に違う。どこ？パッと見てこの人はどこ守ってそうだなって。外野。外野。どこら辺ですか？外野3つの中だったら。センター。あ、強肩強肩。外野に行っとけっちゃう話だよ。セカンドなんですよ。もう知らない？お前さ、やっぱり内野だった。ちょっと待ってさ、山口県だろ？山口県で中学の時会ってるよな。で俺の名前はって言った時には知りませんって言ったよな。そこは普通学習するっていうことはあるんだけどね。勘違いしてましたね。すいません。まあ外野もやったことあるけどね。じゃあじゃあ納得しないよ。足もね速かったんですよ。スーパーカートリオって。知ってる？それも知らない。お前情報俺の情報全く入れてきてない。スーパーカートリオってなんだろうみたいな。スーパーマリオブラザーズかなぐらいですか。大体さ、でもね性格的にはね俺に似てるかもわかんない。どういうとこか。俺は。野球は好きだったけど、野球するのが好きだったんだ、うん、見るのとか人に興味がなかったな、あんまり。興味なくはないんですけど、だからあんまり多分見ないね。握手。もうおじさん何かと手をつなぎたがるから。なんでだよ。ダメなの。別にいいじゃん。さっきこうやった時こういうことしたりするかと思っちゃった。いや違う、それはこうどういうふうな音声なのかなと思って見てただけで。気をつけないと最後ずっと手握ってるんじゃないかな。まあセカンド菊池、はい、サード。サードはやっぱね憧れの一番最初に言ってた。これねベストナイン決めるって意外とね、ベストナインだけじゃねえかって言うけど、ものすごく気使うし頭使うんだよな。本当にベストナインおじさんみたいなこと言われ方してるけど、確かに嫌いじゃないよ。確かに嫌いじゃないけど難しいですよね。難しい。はい、サード飛ばすか。はい、じゃあショートは出てくるよ。でもやっぱり坂本とかになっちゃいますか。坂本さんとか坂本隼人、まあそうだな。まあ宮本慎也とかもいるけどね。松井稼頭央とかいいの源田とか。確かにだから急に言われるとさ、パッて思いつかないよな、なかなか。でも坂本はやっぱり素敵。でもちょっと言われると迷ってきます。誰と？違う、誰と？そういうなんかこうちょっと昔の人とか。でもやっぱり坂本。まあ坂本はまあそりゃそうかもわかんない。そうですね。じゃあ外野さんに。もっと分かんなくなってくるかもしれない。外野関係ないもんな。お前外野だったんだろうみたいな感じだもんな。ひとくくり。まあとりあえず外野でいいやみたいな。外野。そういうイチローさんとかでもいいですか。あ、まあイチローはもう鉄板で出てくるから。いや、まあ別にいいんだよ。まあだからイチローっていうのはもう最初に頭にくるよね。はい。で。あとはもうなんかいたなみたいな鈴木誠也さん。おお、そうや。プレミア見てた？見てました。本当か？本当です。ちょっとしか見てないだろ。いや、結構見てた。どういうところに感動した？感動した？どういうところに感動？まあこう一瞬一瞬に輝きを見せる選手とかいるじゃない。プレーとか。どういうところに感動した？感動したシーンってあった？ダメだなとか思って見てたの。いや、ダメだなというか、いやいやいや、足組んで、なんだなこれじゃんみたいな。親父がいるじゃない。いやいや、これね、女子プロ野球って裏に入ったら親父ばっかりだから。そんなことない。そんなことない。すみません。そこは違います。もうこれ謝っとかないと。早く謝っとかないとね。そうそうそう、謝るのはめに。もうコメント来る前なの。やいな。でも鈴木誠也さんがやっぱり4番で。大事なところで打つというか、っていうところがすごいなって思って見てました。優しいな、すごいな。ね。可愛い。で、あと一人。あと一人。あと一人。あと一人ってよく聞いたでしょ。ガイア。結構出てこないもんなんですよね。でも、いや。出てくるバーッと出てくる時もあれば全く出てこない時もあるよな、はい、頭の中にな、あれ誰がいたっけなみたいな、やっぱ話題がある人がこう頭に出てきちゃいます。まあそうそう、いやいいんだよそれでも、うん、その中で自分が納得して発表できる人、やめるか2人で守っとけって。まあイチローさんは守備範囲広いから、イチロー2人分ぐらい走るから、走ってくれるからね、任せておけば。私が投げてたらイチローと、あ、出てきました、柳田選手。柳田、聞いた。はいはいはい。どこがいいですか？かっこいい。いいんですよ、やっぱかっこいい。いやいや、プレーもそうだけど、やっぱかっこいいよね。だからで大きい人が好き。あ、そうですね。はい、身長の何センチから。男は何センチから。180以上あってほしいな。もうじゃあバッチリじゃないですか、高さん。現役の時だったら。現役の時185あったんですよね。182。2あった。それがちょっと。今170しか。縮んで。10センチ、12センチ。このね、そんなやつ見たことない。亀じゃないんだから。こんなだったお前。最後はこのぐらいなっちゃうんですよね。もう亀こうやって。まああとこう死ぬ場合にはこうミニ状態になってる。ミニ状態。めっちゃ考えてるじゃんみたいな。バカにしてんだろ。してないですって。あとあれセカンド菊池だったよね。あれがサード。サード。とファースト。あ、ファーストもだ。サードからでもいい。サード。松田選手。マッチ。三塁手ね。パッと出てくる。まあいいじゃん。いや、パッと出てくるっていうのは自分の印象の中にあるっていうことだからさ。あ、そうでしょ。車も好きね、あれかっこいいよね。まあかっこいいっていうか俺大好きなんだ。いやいや、あのパフォーマンスが好きなんだよ。どすこいも好きなんだけど、俺はどっちかっていうと松田のこの熱男って言ってポンポンポンって回るのが好きなんだよ。そういうとこ見てる。いや、まああれ大好き。いいよ。はい、ファースト。どこのファンなの？プロ野球じゃん。昔は巨人だったんですけど。今は？なんかこう見る機会が減ってきちゃって。テレビあんの？テレビあります。いやいや、テレビあってもさ CS つけてないと映らないもんな。あとまあスマホで見るとか。どこのファン？今どこっていうのがなくて。誰か誰とかですかね。今誰なの？千賀と。ピッチャーなんだ。そりゃピッチャーだな。ピッチャー気になるよな。背も高いしな、足も長いし、左股じゃないし、頭の毛あるしみたいな。うんじゃないんだよ。高さってありましたもんね。さすがだよな。すごかったんです。俺はプロ野球選手の中で最初にウェーブパーマかけたんじゃないかって言われて、それまでパンチパーマだったから。皆さんそうでしたよね。俺がパーッとした髪、なんだそれみたいな言われたのよ。あ、そうだったんですね。ヘアカタログに載るような。で途中で髪型チェンジして、はい、モヒカンがちょっと流行った時期があって、うん、モヒカンにしていったらさ、短いモヒカンに「おウルトラマンか」とか言われて「うん、ダメだこりゃ」とか思った、うん、まあそんなことはいいんだよね、うん、話はファーストファーストファーストなんかやっぱり阿部さんが2人出てくる、2人っていうか2回出てくるコンバートした時の阿部慎之助好きではない、なんか印象が強い。ああ、まあインパクトはあるよな。じゃあもう阿部2人でいいんじゃないのまあ割っても2人分ぐらいの体重は保てるでしょそんなことないそんなことはないかもしれないですね。じゃあ外野も2人5050でいいし50キロ50キロぐらい、まあ守れないことないですね。守れないことない、そうですね。ベストナインというよりベスト7、まあでもそれだけね、見るのが好きなんじゃなくてプレーが好きなんだもんね。 OK、 わかりました。初めてです、2人選んだ人は。はい。